反対コアルル第18部、始まるよ。10章、氷の底で。いい正体どこ行っても苦労してるな。わ、わ。いい子ね、あなたは。私は。私は。暴走したクライマリアの攻撃により3番艦コメットは大破、救援に駆けつけた2番艦センチュリオンも炎上し沈没しました。現在現地にて調査を行っていますが、吹雪のため残骸の回収は難航しています。現状では2隻とも奪取不能と言わざるを得ず、任務失敗です。連邦の技術の粋だ、そう簡単には手に入らんか。無念です。なに、問題はない。あと一隻残っているではないか。君は同じ失態を二度犯すほど無能ではあるまい。はクライマリアはどうしている？少し消耗しすぎたようです。今は資質で眠っています。回復には今しばらく時間がかかるかと。最強にして最弱のバルキュリアか。あれを不良品扱いで幽閉しておくとはな。古代バルキュリア人の血をあれほど濃く受け継ぐ者は他にいまい。相変わらず司令部は物の価値のわからん連中の集まりだよ。私も正直驚きました。まさかあれほどの破壊力とは。あれらバルキュリアの末裔はラグナイトに反応し爆発的な戦闘能力を発揮する。あの月光にも似た青き光、ラグナイトの力が最も引き出される瞬間だ。どんな兵器を用いてもあの力は成し遂げられぬ。あれこそまさに奇跡と呼ぶにふさわしい。多少の扱いにくさは調整次第でどうとでもなる。いいな、どうにかするのが技術者の役目だな。彼女は人間です。完全に制御できるとは。手のかかる機械ほど可愛いものだよ。ま、限度はあるが、ニコラとキアラ、あの二人は行けなかったね。戻ってきたらもう少し調整を加えた方が良さそうだ。では引き続き頼む。ボルツ君にもよろしく伝えてくれたまえ。はっ。えよ男前、報告ご苦労さん。お前元はエディンバラ軍の人間だったって。道理で訛りが強いはずだ。だが出身はエディンバラじゃないな。ガリア、当たりだろ。やっぱりな。ガリアのやつは妙に腹が据わってやがるからな。でなんで寝返った？向こうにスパイまで送り込んでるそうじゃねえか。スパイは女、これも当たりだろ。そんな顔して敵の女を垂らし込むとは、やるときゃやる男だな。違う。なんだよ、男同士で照れなくてもいいだろう。妹だ。は？妹が乗っているんだ、センチュリオンに。な、おいバカ野郎、なぜそれを早く言わねえんだよ。なんでそんな落ち着いてられるんだ。妹が死んじまったんだろ。やっぱりそうだったんだな。ああ、おそらくセンチュリオンは沈んではいない。わかるぜ、俺の勘もそう言ってる。連中のしぶとさは折り紙付きだからな。しかしそれはそのスパイ妹からの情報か？いや、やつと連絡は取れていないが、通信機に反応があった。おそらく戦闘時は携帯せず艦内の自室に置いてあったのだろう。
それが生きているということは大破も水没もしていないということだ。じゃあ妹の安否はまだわからねえのかよ。なんてこって祈るぜ。スパイとはいえ敵側の戦闘員だ。お前が戦場で撃っていたかもしれない相手だぞ。なぜお前が祈る必要がある？なぜって、そりゃ俺とお前がダチだからだろうな。俺は一度もお前を友人と思ったことはない。構わんよ、同じ戦場に立ってるんだ。そのうち嫌でもそうなる。でだ、センチュリオンが沈んでいないとしたら。分かっている、すでに手は打った。さて世界情勢はと。幽霊船目撃っす。船の通れぬ冬の大老妖は帝国防衛の要、そこを一隻の幽霊船が航行しているという。住人や第三国記者の目撃情報もあり、口頭無形な話と断ずるわけにはいかないようだ。あるいは帝国の心臓兵器が運行中かもしれない冬の大老妖に注目である。吹雪の魔女伝承。未だノーザンクロス作戦の失敗を認めぬ連邦だが、もし進軍が真実なら帝都に続く道は厳しいものとなる。吹雪の魔女伝承だ。武器も馬も凍りつく猛烈な吹雪が連邦を襲うだろう。言い伝えに過ぎないかもしれないが、連邦兵が魔女に遭遇しないのを祈るばかりである。もう巡洋艦の言葉で始めてる。イマジナリー訓練の時間だ。オラー、ようこそウォルスターへ。それでは訓練を始めましょう。皆さん気を抜かないで。4つ数え、息を吸う。4つ数え、息を吐く。やりましたね、レベルアップです。まあ狙撃兵の皆さんが新しいポテンシャルに目覚めたようですね。陛下のレベルが一定に達したようですね。新しいオーダーの発令を許可します。守りのオーダーなんか使わへんけどな。今日はここまでにされるのですね。それではまた次の訓練をお待ちしております。装備開発もやるぞ。ラー、歩兵装備は2種類、ライフルは火力型、槍は命中型を強化。迫撃砲まだ一度も使ってねえな。車両開発はハーフェン号とキャプタス号、防御と命中、防御と HPAP を強化。レイリー、体を動かせ、凍えるぞ。そんなことよりセンチュリオンは、みんなはどうなったの？静かに。無線から音がするんだ。だけどクソ、この吹雪じゃ艦は沈んじまったんだ、あの魔女にやられて。なのに今さら無線だぞ。じきに日が暮れる。吹雪を防げる場所を探さないと。このままじゃダメよ、みんなの救助に行かないと。助けを待ってる人がいるかもしれないのに。ダメだ、帝国の警戒網にかかってしまう。おい、どうするんだよクロード。し人正体聞こえますか？こちらセンチュリオン。我々はった沈んでません。沈んでいない。どういうことだ。そうか、これは作戦。沈んだと見せかけて艦を氷床の隙間に隠したんだ。E 小隊、直ちにセンチュリオンに合流する。みんな行くぞ。どうなってるのこれ。大氷よ、巨大なクレバスの底、氷海に埋もれるセンチュリオンを見つけた時の僕たちの驚きと喜びは到底書き記せない。吹雪の魔女のセンチュリオンへの攻撃は実際は甲板をかすめるにとどまっていた。艦長はこれ以上の損傷を避けるため強沈したと見せかける偽装作戦を指示し、そしてそのまま至近のクレバスへと艦を沈めたのだ。艦長の機転でセンチュリオンは生き延びた。しかし魔女の攻撃の影響で動力は停止、回復しない限り艦はクレバスから脱出できず
氷漬けになるのを待つだけだ。なんとかセンチュリオンに合流した僕たちは再び絶望にさらされたのだった。おい、あったぜ、古い木箱が食料庫の奥に。ラズ、早く持ってこい、もう火が消えるぞ。待ってろ、すぐにこいつを割って。天井につららができてる。ここにいる連中の吐いた息が天井に集まって凍りついてんだな。ここの気温は外と変わらないってことですか？外以上かもな。何せ鉄の塊だ。底冷えすら。風がないだけマシだ。あの吹雪の中では1時間も持つまい。クロードさん、負傷した方たちの体温が低下しています。できるだけ保温してはいるんですけど、このままじゃ。わかった、火のそばに寝かせてありったけの毛布を。帝国と戦って死ぬならまだしも、艦の中で投資ってんじゃ死んでも死にきれねえ。なあクロード、これは名誉の戦士扱いになるのか？いや、ならないよ。なぜなら誰もここでは死なないからね。言ってくれるね。それにあの雪中行軍に比べたらここはまるで天国じゃないか。防寒装備はあるし火も起こせる。何より歩かなくていい。確かにその通りかもな、仲居。あん時はマジで死んだ方がマシだった。おい、カイ、寝るなよ、死ぬぞ。ああ、大丈夫だ。少し考え事をしていただけだ。さて、僕は環境に行ってくる。火の番は頼んだよ。少しだけどバーボンもある。体を温めてくれ。バーボンだよ、そんなお宝があるならさっさと出せって。おいおい、一気に飲むんじゃないぞ。おい痩せ我慢しやがって。瓶を持つ手が震えてたじゃねえか。だけどああしていつも通りいてくれるからなんとか正気でいられます。ああそうかもな。どうだ、動いたか？ダメ、思いつく部分は全て修復したのに。やっぱりか。こりゃメインの動力炉からのエネルギー供給が止まっちまってるな。赤津の区画に入るわけにはいかねえし、手も足も出ねえとはこういうことか。ねえ、赤津の区画に入ったらどうなるの？そりゃ軍法会議にかけられてどう言い訳したところで。銃殺刑か。それだけの機密事項ってことね。そもそも開けたところで俺たちの手に負えるもんだとも思えんぞ。噂じゃ従来のラグナイト動力炉とは全く違う特殊な構造になってるらしい。しかも動力炉の故障のせいで補助機関も動かなくなる始末。お手上げだ。少ない動力でも補助機関に通わせられれば復旧できるはずなんだけど。ラグナイトの力を補助機関にか。ええ、ラグナイトの力を。そんなに見られると恥ずかしいんだけど。そうよ、その手があったわ。え？戦車よ、戦車のラグナイトエンジンを利用するの。それならラグナイトの力を補助機関に伝えることができるはず。戦車のエンジンでこの艦が動く？すごい発想だね。補助機関を起動させるきっかけにするのよ。一度動けばあとは技術でどうにかできる。機関室の維持にかけても絶対にセンチュリオンを生き返らせるわよ。機関室からの報告です。
補助機関復旧のめどが立った、1時間内に再稼働を試みるとのこと。頑張ってくれていますね。ではこの窮地からの脱出は彼らに任せ、我々はその後のことを考えましょう。このポイントでコメットが攻撃を受けた。艦の脱出を狙い待ち伏せた戦略的襲撃です。ということはこのキグナス艦隊の航行ルートは敵に漏れているということ。さてこれが意味するところは、スパイがいるか、暗号が解読されたか。まあ今は後回しでいいでしょう。このクレバスを脱出した後どこに向かうか、それを決定することが先決。ルフ、航海図を。予定していた航路は敵の包囲網が敷かれている可能性が高い。当初のルートを大きく迂回し、その背後へ抜け帝都へ到達する。しかしこの航路では時間がかかりすぎます。どこかで補給しなければ。補給は行う。守りの薄いこの都市で。ただしここに到達するには帝国の海上要塞を突破しなければなりません。艦長、危険な航海になりますよ。危険のない航海などありませんよ。ウォレス君、君の意見を聞かせてください。確かにこの航路であれば帝都へ到達できるかもしれません。ですがコメットを失い、この艦も最大出力が望めない今の状態では、海上要塞での消耗が最小限に済んだとしても想定の戦力の半分以下になっているでしょう。果たしてそれで帝都が落とせるか、それが不安なのですね。はい、ウォレス君、それは私にも誰にもわからない。確かなことは、誰かがやらなければ帝都は永遠に落とせない。あとは誰がやるか、誰がその席を担うのか、一人一人の決断があるだけです。決断。戦場はいつでも危うく儚くあやふやなものです。それでもだから決断するのです。繰り返し繰り返し、これまで自分が歩んできた道を振り返り、出会ってきた仲間に敵に尋ね決めるのです。己の取るべき道を。もしかすると人はそれを勇気と呼ぶのかもしれません。あるいは覚悟と。勇気と覚悟、僕の中の。艦長、敵襲です。敵だと？一体どこから？上です。クレバスの狭間から降下してきています。そう簡単には欺けませんか。艦長、異常態、出撃します。動力の復旧が完了するまで何とか持ちこたえてください。はっ、あ、沈んでいなかった。沈んでいなかった。死刑執行を待つだけの哀れな存在。いい眺めですわね、キアラ。あのでかいのを奪えばベルガー様は喜んでくれる、褒めてくれる。今度こそうまくやってみせる。ニコラ、邪魔すんじゃねえぞ。それはこちらのセリフ。どちらが多く殺すか思う存分楽しみましょう。袋のネズミは皆殺しだ。出撃だ、準備急げ。こんなところまで攻撃してくるなんて。逃げ場はなしだ、やるしかねえな。クロード、敵襲ですって。レイリー、なぜここに。なぜって出動は。君はここに残るんだ。何言ってるの。私だって異常体の一員よ。それは分かってる。だがラグナイト工学の優秀な研究者でもある。ここに行動不能の艦が隠れていると分かれば、
敵は一気に畳みかけてくるだろう。第2波、第3波と戦力を投入される前に艦を動かし脱出できなければ僕たちの負けだ。だから君には、君にしかできないことをやってほしい。艦の復旧、1秒でも早く艦を動かすことね。ああ、父さんが心血を注いで研究してきたラグナイト圧縮技術、ここで私が動かせなきゃ。嘘よね、任せて。絶対に再稼働してみせる。だからあなたは。ああ、必ず食い止める。負けたら承知しないから。君もね。心配ご無用、私負けたことなんてないもの。知ってるでしょ。ああ、昔から。じゃあ行ってくる。絶対に生きて帰って。これより状況の説明を行います。プリキュアサシン襲来、落下傘部隊によるセンチュリオン攻略を阻止したまえ。歩兵の存在もさることながら、敵は大型爆撃をパラシュートで落とし爆撃を敢行。センチュリオン甲板が耐えられるのは2回が限度、3度受ければ装甲破損、修復不能な傷となる。左右高台に陣取り降下中の爆弾を狙撃、確実にセンチュリオンを守りきるのじゃ。プリキュアサシンをどこで迎え撃ち、どう仕留めるか、その選択で難易度が大きく変わるぞ。要チェキ。右側への随伴部隊はミネルバ中尉会レベッカ、左側はラズネージュリサ。狙撃支援コンビ運用、クロード個性の歩兵8で全球枠、狙撃を切らさない立ち回りが大事っ子。プリキュアサシンかかってこい。クロスファイア作戦にて迎え撃つ。印象隊、出撃してください。センチュリオンを頼みます。いざ電気前進。艦の修理が終わるまで敵を引きつけるんだ。印象隊、出撃するぞ。フォルセの話じゃ、あのボロ舟は機関が損傷して身動きできないそうだぜ。身動きできない相手をいたぶるなんてたまりませんわ。爆弾だ、センチュリオンを狙っている。このままでは直撃してしまう。降下中に排除しなければ。ステージ17、センチュリオン防衛作戦。よし、出るぞ。敵戦力は突撃8、偵察6、対戦車に狙撃4、敵弾1、砲台1の爆弾を、そしてニコラ・キアラの電29。結構多いな。挨拶代わりの榴弾でバトルスタート。ハッハー、華麗にポコパン決めてやるわ。左は狭くて戦車は通れないので戻りまして、中央ルートでデント構えて終了。前に出すぎると鉄ターンプリキュアサシンにケツを掘られる。さあ、私についてこい。私も指揮官の端くれだ。ミネルバ注意前進。お供はカイトレベッカ、右側高台へ。をどこに行くの。私に続け。分かった、行くぞ。ついていく。続け。熱波ポテンシャル発動しまくるじゃん。アゼルバイジャン、今にも折れそうな老中を通って移動。対岸でも捕まえるのは突撃傭兵。やられるわけにはいかん。すごいバフーマンだぜ。新兵器、ライフルグレネード用意、威力そのまま長距離放射。ハイラットブラー。うわー、いい射程してますよね、後藤さん。緩やかな放物線なので屋根ガードマンにも効果的面。ソイジャボルタリングで高台に登って終了。行動開始だ。階にバトンタッチ。1ターン目の爆弾は1つ、狙うは4。どこだ、探すぞ。ここか。スタンバイ、スタンバイ、ゴー、ビューティフォン。よし、いいぞ。この調子で降下してくる爆弾を撃破しよう。甘いな。これを4ターン続ければ OK、 余裕だな。了解。バンティ前進。本拠点後方に潜む突撃傭兵を撃退したまえ。いたいた、留守にしたらかすめ取られるところであったわ。いくよ。
礼を立ったぜ。スタバ拠点に戻りましょ。プリキュア写真の迎撃があるからね。ドキドキしちゃうわね。戦車で削った突撃傭兵にイーファでとどめ。よっ、おっ、安全になった分前進。ニコラとキアラですが、制圧された高台を優先して取り戻しに来ます。なので右側は2ターン目以降にとって、左に戦力を集中、不意打ち的弾で倒すのもありでしたが、別の作戦で行きましょう。はい、久しぶりの起用、明珠前進。左高台を制圧したまえ。スタンバイ、ゴー、ユーズフォン。ハーペン号の安全確保、高台へ号号。見つけた。緊張してきた。強制収容と AP0 は効果がひどすぎるっぴ。支援リタ到着、弾薬を補充して、狙撃傭兵もズドン。やってやったぜ。対岸の狙撃兵にちびちび撃たれる以外危険要素はないので、二人でここを維持してもらいましょう。できるかな。でも狙いは別の敵、北側敵拠点、エースユニット捕まつる。スタンバイ、スタンバイ、ゴー、ユーズフォン。リーダーユニット制御、 CP クラッシュ。やった。先に倒してからリタで補充すればよかったな。よし、任せときな。ラズ前進、リーファの横に構え、敵が来たらば迎撃じゃ。なお敵は来なかったので無駄行動でした。悲しいね。降下中に攻撃を受けたらどうする。ママやろ、 CP を1残してターン終了じゃ。魔族の台頭である。どんな風に殺そうかな。プリキュア写真移動開始。狙いは右側高台、海藻橋。狙撃兵を優先して倒しにかかるので、海が生きてるうちは他隊員は安全。次ターンで戦力を右に結集、3ターン目にクロスファイア作戦で倒す予定。差し上げますわ。ムッハハハ、左は敵弾、戦車の分厚い防衛陣が守っちょるわ。なんともこの二重防衛を突破することはできん。やっぱりちゃんと対処しとけばよかったね。第2ターン、効果爆弾は2つ、アサシンを迎え撃ちつつ破壊すっぞ。マップ南の爆弾は右高台からしか車線が通らないので、まずはそいつをチェキ。スタンバイ、スタンバイ、ゴー、ユーズフォン。プリケツを拝みつつ、ミネルヴァ中尉のそばに戻って終了。さあ、私についてこい。バンティ、海を再び随伴。目指すは高台を降りて南の敵拠点。拠点は広く飛行から車線が通る。ここにプリキュア写真をおびき寄せ、背面不意打ちで倒す。わっせ、わっせ。護衛は偵察傭兵のみ、ヘッソンなんじゃ防衛できねえぞ。倒したぜ。リーダーユニット制御、 CP クラッシュ。これが私の実力だ。
よしよし、順調だ。敵拠点占拠した。わーい、占領だ。カイトレベッカを拠点内に引き入れ、土のうガードして終了。はい、残った爆弾をネージュで狙撃。これで2ターン目にやるべきことは一応終了。スタンバイ、スタンゴー、ビューティフォー。緊張してきた。大爆弾エフェクトサボるな。私ですね。このままだと敵ターンにネージュが制御してしまうので回復。いや、制御した後復活でも同じか。生き返るわ。嬉しい。弾薬も補充して待機。対岸目、土のうガードしおったせいでここからでは手出しできぬ。了解。クロスファイア作戦の火力担当バンティ、ラズを右側に移動させ申す。1 CP がもったいないが仕方なきこと。プリキュアサシン撃滅には全力を持って当たるべし。総勢5名集結、かかってこいやー。魔族の台頭である。ニコラ前進、対するは貝の狙撃。イーファの敵弾虚しく当たらず、さらにミネルバ注意も迎撃。ラズレベッカバンティ参戦。だがこれは、胴体に当てた程度では全く止まらぬ。4割削りで到達。一定、頭部ヒットで 95%。倒せないとは思っていたがこれほどとは。キアラの行動で会は一度バイバイだな。どんな風に殺そうかな。一度突破されてしまうと歩兵の向きが変わる。もう全力迎撃はできんのだ。やりますわ。さらばかい、安らかにちょっと眠ってろ。やめて、当たって。第3ターン、仇は撃つぞ。クロスファイア作戦始動。よし、任せときな。ラグアクション、まずはアサシンブラック、キアラを叩く。くらえ、愛と友情と復讐のトライアングル。サークルとボスター、やってやったぜ。そが、このあたしに痛くしやがって。くそ。あらあら、キアラ、みっともない姿だこと。目障りこの上ないですわ。ここは私に任せて、ベルガー様にいただいたこのお薬で傷を癒してきなさいな。私の分をほんの少しだけ分けて差し上げますから。そんな惨めな姿でいつまでもここにいると、うっかり殺してしまいますわよ。わかったよ。けどすぐに戻ってくるんだからな。私の分も残しておかないと。ひどいぞ。やはり衣装体に欲しい人材。見よ、バンティが後方に見える。クロスファイア陣完成だ。さらばアサシンホワイト。サークルと私は終わったぜ。あの厄介な二人を退けましたよ。ああ、完全に戦意を失っているようだ。これで爆弾の排除に集中できる。ああ、生き返るわ。すまない。回想と復活、復活。また右高台へ部隊を送り込み、爆弾破壊モードへ。あの敵、なんか気持ち悪い。
走れ走れ。背後を取って終了。ゴー、ユーズフォン。よし、ラグナイトエンジン接続完了。もう少し、もう少しだけ耐えて。クラウド、機関はレイリーが必ず復旧してくれる。みんなそれまで踏ん張ってくれ。あの戦車邪魔ですわね。暑苦しいやる気に満ちていて胸クソが悪いですわ。だな。じゃあ、あいつから仕留めてやろう。ギタギタのズタボロにしてやるぜ。ゴー、ユーズフォン。ねちっこい狙撃兵も倒して。ゴー、ユーズフォン。ゴー、ユーズフォン。なんとか第一波は防ぎきったのか。くそ、センチュリオンはまだ動かないのか。このままじゃ押し切られるぜ。間に合うのかよ、クロード。僕たちと同じように今レイリーも懸命に戦っている。だから信じて戦おう。何としても耐え抜くんだ。アンブッシュには何点もらえるかしら。4ターンクリア、爆撃 0S ランク、経験値 54,370 の 139,038 円。ち、潤滑油まで凍ってきやがった。レイリー、そっちはどうだ。ラグナイトエンジンの接続は完了。出力も限界まで引き出せるようにしたわ。なのにどうしてよ。なんで動かないのよ。おい、機関士が機械に当たってどうする。だけど思いつく策は全部試した。連結は完璧、出力調整も問題ないはずよ。こうしてる間にもクロードたちは早く早く動かさなきゃいけないのに。動け、動いてったら、このポンコツ、みんな命かけで戦ってんのよ。あんただけ寝てるなんて許さない。あんた父さんの発明なんでしょ。娘の言うことぐらい聞きなさいよ。ざっけるな、この野郎。何の光。冷ましはこっちのもんだ。環境に連絡、現状最大出力で離脱に備えるぜ。待たせたわね、クロード。おい、あとどれだけ耐えりゃいい。第2波だ、一個中隊はいるぞ。もう少し、もう少しだ。レイリーは必ずやってくれる。け、惚れた弱みじゃなきゃいいがな。おい、ラズ。いいぜ、やってやる。うわ、こちらブリッジ、展開している部隊は起動してください。エンジン再転換成功しました。このポイントを離脱します。やってくれたか、レイリー。環境、聞こえるか。 E 小隊はこのままここで離脱を援護する。まもなく敵陣第2波が降下を開始する。直ちに離脱を開始してくれ。ウォレスタイ。了解しました。引き続き艦の護衛を任せます。センチリオン再起動、全速前進。動かねえんじゃなかったのかよ。行ってしまう、大事な獲物が。クソが、待て、待ちやがれ。
ス、エルガー様。暖かい。そこにいた時は冷凍庫みてえだったが、動き出すとこうも違うもんか。ああ、くし。うわ、きっとね。ほら、さっさと暖房に当たれ。レイリーはまだあそこか。わっ、やっぱりここにいたんだね。まだ本調子なわけじゃないから、補助機関には相当無理をさせてるし。補助機関の調整は君が独力でやりきったらしいね。さすがだな、ドクターミラー。私だけの力じゃない、父さんが力を貸してくれたような気がする。え？どうやっても機関が再起動しなくて、どうしたらいいかわからなくて、父さんがよくご機嫌取りなんて言ってラグナイトに話しかけてたのを思い出したの。実験がうまくいかないときは、今日はラグナイトの機嫌が悪いからって。ご機嫌取りか。なんと言ってラグナイトを説得したんだい？話というか、なんというか、ともかくありがとう、レイリー。君を信じていた。だから戦い抜けた。あなたよくそんな安っぽいセリフ。そうかな。ごめん、言葉をあまり選べなくて。だけどこれが本心だ。僕が戦えたのは君がいたからだってこと。これまでもずっとそうだった。心が折れそうな時、絶望した時、それに決断する時、僕に勇気と覚悟をくれたのはいつも君だった。君の叱咤と笑顔が僕を動かしてくれる。だからありがとう、なんだ。ごめん、おかしなことを言ってしまったかな。バカ、弱虫クロードのくせに、なんでそんなこと。私だって信じてたわよ、レイリー。あなたが食い止めてくれるって信じてたから、全力で復旧作業に集中できたんだから。何の光。おっと、何の光。あの、ごめん。何か見つけたみたいだ。行こう。なんで。なぜこんなところに女の子が。といったところで今回は終了です。次回、会場要塞。それでは皆さん、お達者でー。